古代に存在した11の現代技術、現代の技術だと思われていたものが何百年、何千年も前にこの世に存在していたと聞いたら驚きますか？古代の人が現代人より知恵に乏しかったと考えるのは実は大きな間違いなのかもしれませんよ。スマートフォンっていつからこの世に存在していたんでしょうね。ロボットの概念は現代に存在する技術や概念のうち私たちが考えるよりずっと昔から存在した11のものをご紹介しましょう。1、義足と整形手術。紀元前3000年頃。まずは最初の発明。この日付はずっと大昔まで遡ることになります。しかもちゃんと実用的に使用されていたんですよ。知られている義足の中で最も古いものはエジプト文明における作り物のつま先。外見を補うだけでなくきちんと機能もしていました。整形手術の傷跡は紀元前800年、古代インドに見ることができます。彼らは額や頬の皮膚を利用して鼻の形を変えたと言われています。現代世界で整形手術が初めて行われたのは1917年、第一次世界大戦の直後に顔を大きく負傷した兵士たちを救済する目的で行われました。2、下水システム。紀元前2600年頃、最古の下水道はインダス文明に見られるものです。その大規模な居住跡モヘンジョダロにおいて考古学者たちは公衆トイレや都市の下水システムを発見したのです。この下水の仕組みは古代バビロニアや中国の都市、またローマにも存在していました。特にローマでは最大の下水を意味するクロアカマキシマという大規模なプロジェクトが行われ、その姿は今日に至るまで残り続けています。ローマ人たちが使用していた下水技術はその後19世紀の中頃まで使用されませんでした。都市が拡大をはじめ下水の不整備による健康問題が現れてくると、そこで再び古代の下水技術の出番がやってきたというわけなんです。3、電池。紀元前2500年頃、バグダッド電池は銅の筒に鉄の棒を通し、それを陶器の壺に収めたものです。この電池のレプリカは確かに電圧を発生させることが可能だったといいます。古代バビロニアの人々はこれらの容器を使用して電気の仕組みを理解していたのかもしれません。一方でこの容器はただ巻物を保管していただけだと主張する人も存在します。現代世界の電池の原型はイタリアの科学者アレッサンドロ・ボルタの設計したボルタ電池だと言われています。この電池によって安定した電気の供給が可能になったのです。4、火炎放射器。紀元前424年、この恐ろしい兵器が初めて使用されたのはデリウム包囲戦でのこと。古代の火炎放射器ことギリシャの火は圧縮空気や冬後の力を利用して可燃性の混合液体を放出する銅の筒だったと言い伝えられています。この兵器は巨大で蛍光性に乏しかったと言われ、数世紀にわたって海戦で活躍をしましたが、その生成法が極秘であったため使用回数は限られていたと言われています。現代の火炎放射器は第一次世界大戦の直前ドイツで開発されました。これがギリシャの火に勝る点は人が手に持って携行できるように小型化がなされたという点でしょう。5、アラーム時計。紀元前400年頃、ギリシャの鉄人プラトンは自分の講義の時間を知るために音を出す仕組みを持った水時計を使用していました。水力で動くアラーム装置はその後古代ローマから中東でさらに開発されていくことになります。また機械の仕組みによってチャイムを鳴らすタイプのアラーム時計が登場したのは8世紀の中国、その後14世紀のヨーロッパへと受け継がれていきます。その他の技術とは違い、アラーム時計はその後今日の技術へと受け継がれていくことになります。しばらくは時計塔として公共の目的で使用され続けていましたが、15世紀になると個人用の時計が再登場することになります。6、ロボット。紀元前323年、
現代ロボットのプロトタイプはマロス島の大灯台の頂上に女性の姿で作られました。彼女たちは一定間隔でベルを叩くという仕事を与えられ、また夜には大きな警笛のような音を鳴らし、航海中の船に岸への距離を伝えていたと言われています。それからずっと後、17から18世紀頃になると西ヨーロッパでオートマタが人気を博するようになります。オートマタは人や動物の姿を模した時計仕掛けで、様々な動きを見せることが可能でした。オートマタは実用的なものとは見なされず、お金持ちの趣味として利用されます。現代語のロボティクスという言葉やその概念について提唱したのは、ご存知の通り SF 作家のアイザック・アシモフ。彼が1942年にロボット三原則を発表した時、ロボットという考え方が生まれたんです。7. 自動ドア。1世紀、この技術は古代ギリシャの神殿の扉に使用されていました。当時は蒸気エンジンの原型といわれるヘロンの蒸気機関をその動力に使っていたと言われています。祭殿に焚かれた火の下に隠されたパイプを通る水が温められ、その蒸気が扉に取り付けられたブロックを動かすという仕組みでした。これが一種の魔法のような錯覚を引き起こし、神官たちの信用を高めたといいます。不思議なことに、この扉が使用された時代から20世紀中頃に自動ドアが発明されるまでの間には、自動ドアというものは一切存在していませんでした。8.自動販売機。1世紀、今日では考えられるものすべてが自販機から出てくると言っても過言ではありません。焼きたてのピザだって出てきますからね。その昔では神殿で手を洗うための聖水を買うために自動販売機が使われていました。コインを投入するとそれがその中に作られた機構を動かし、定量の水を出したのだといいます。現代の自動販売機は1880年に発明されましたが、当初の目的はお菓子を売ることでもジュースを売ることでもありませんでした。これは郵便局でハガキを売るために使われていたんです。 9. オドメーター。同じく1世紀、車の走行距離を測るオドメーターはシラクサのアルキメデスによって発明されたと言ってよいでしょう。彼のオドメーターは数字の描かれた車輪がその車の走行距離を示してくれるという装置だったと言われています。またアルキメデスとは離れた場所で、中国の哲学者であり科学者の張衡が同様の装置を発明していたと言われています。長い歴史において距離を測る必要性はなくなることがなく、これは17世紀まで使用され続けることとなります。自動車に標準的に装備されるようになったのは1925年のこと。 10. 感震器。132年、張衡のもう一つの発明はやがて訪れる地震を検知するための感震器。この装置は少し奇抜かつ精密に作られていました。ブロンズ製の玉が竜の頭の形をした8つの管のいずれかから落とされ、その真下に座るカエルの口に入ることでその振動がどの方角からやってきたのかということを示したのです。もっともこの感震器は地震の強さまでは示すことができませんでした。1935年にアメリカの地震学者チャールズ・リヒターが発明したのが、今日我々がマグニチュードという言葉でよく知るリヒタースケールです。 11. サングラス。10世紀、雪原の反射から目を守るためにイヌイットたちが考え出したのがサングラスだという話は有名ですよね。でも彼らのサングラスにはガラスが使われていませんでした。それは細い隙間が開けられた正打ちの騎馬製のゴーグルだったといいます。レンズを持った初のサングラスは12世紀中国において登場します。これはスモーキークォーツを使ったレンズにより使用者の顔の表情を隠す目的で使用されました。また日光を遮るという目的でサングラスが使用されたのはごく最近のこと。20世紀初頭では映画スターがファンから顔を隠すために使用されたと言われています。サングラスの量産が初めてなされたのは1929年、サム・フォスターによって。彼の商売はアメリカで海水浴に行く人たちが日光を遮るのに買うだろうという予測から始まったんですって。
そしてここからはおまけのコーナー、おまけ1。1933年にイタリア系アメリカ人画家ウンベルト・ロマーノによるミスター・ピンチョンとスプリングフィールドへの入植。この絵にはタイトルの通り、町の創設者であるミスター・ピンチョンが都市建設の様々な指示を出す姿が場面の中心に描かれています。でもよく見てください。手前側に座るこのアメリカ・インディアンの手にある四角いもの、どう見てもスマホじゃないかって。本当は手鏡だという話らしいんですけどね。これまでの話のようにスマホも昔からあったなんて言われたらどうしちゃいましょう。おまけに、陰謀論がお好きな皆さんにはもう一つこちらのおまけを。スペインのサラマンカ大聖堂の正面には宇宙飛行士の像が存在するんです。昔の人も宇宙服に身を包んで宇宙人に会いに空へ飛んでいっていたんですかね。実はこの理由はとても簡単。この像は1992年の聖堂の修復作業で付け加えられたものなんです。ですからこの像そのものがジョークだっていうこと。ほらこっちのサティロスなんかアイスクリーム手に持ってますよ。面白かったという人は高く評価ボタンを押してくださいね。ブライトサイドのチャンネル登録をお願いします。